通常は発電機を通して放流しますが、観光放流は片方の放流管から毎秒15立方メートル、両方で合計30立方メートルを6分間石小屋ダムの湖へ放流しています。ご覧になる際は柵から身を乗り出したりせず、また水しぶきに十分ご注意くださいますようお願いいたします。それでは観光放流を開始いたします。動かないで。
観光放流を終了にします。観光放流は4月から11月までの毎週水曜日、毎週第2日曜日、毎週第2第4金曜日に行っております。なお観光放流は大雨などの影響により中止する場合がありますのでご了承ください。またのご来場をお待ちしております。